えそれで今度中国習近平氏訪日へ努力を呼びかける中日中国大使え習氏訪日へ努力必要中日中国大使中国の高原勇中日大使は習近平国家主席が訪日する見通しについて適切な世論の環境と雰囲気が欠かせない日本側が中国側とともに努力し 互いに歩み寄ることを希望していると語った。終始の訪日は2020年春に予定されていたが延期された後、実現のめどは立っていない。これは中国大使は日本はもっと努力せよと命令しているようなもんですよね。この,この言い方はね。日本人が全員岸田不明だと勘違いしてるんですよ。ね、岸田は全部言うことを聞くから。日本人はみんな聞くと思ってるんですね。はいはい、とんでもないし。うん、じゃあ、お前らなんで11発ね弾道ミサイル。うん あの日本に向けて撃つんだよ。うん、謝れよ、まずあれを。で、<れ>うん、言わない限りあり、ちゃんとした対等な二国間関係なんか気づけませんよ。日本は中国にミサイル撃ち込んでませんよ、1、はい、一発 1> は,いはい、はい。11発のうち7発が日本近海に落ちてるんですよ。うん、これについて、まず謝罪するのが大使の仕事じゃないですか。そういうの人は外務省の次官が抗議しようとしたら。うん 呼びそうです、そうです、はいはい。うん、もうね、こういう話するとね、もう頭、血が残っちゃうんですよね。うん、もう、もうなんとか中国という国はね、日本人がバカだと思ってるんですよ。全員が岸田国を、要するに人類じゃなくて犬だと思ってるんですよ、日本のことを。あの、はい。以前も取り上げましたけども、やっぱり、ね、日中国交回復したときに、日本が ODA 供与ということを約束して、 延々とその後、40年間にわたって、累計で3兆6000億円も中国側に共有したけど、中国側は全くそのことについて、感謝も何も何にもしてないわけですよ。それで、これもまた番組の時に言いましたけど、僕はあの外務省の記者クラブにいたときに、週2回のアジア局長懇談の時このことを何回か指摘したんですよ。結局これれは平和的に使われてると言うけど その金が軍事費に回ってれば、間接的にしよう同じじゃないんですかと、中国の軍事大国化に手を貸してるのは日本政府じゃないんですかっていうことを何回か言ったけど、もちろんその局長の方は、いや、これ平和的に使われてるのかと。それで僕は消しかなと思ったら誰かどっか他の社員が僕の味方というか、そうだというふうに言誰も何も言わないんですよ、ーンとして。 お前らはそれでも外務省記者クラブの人間かと、日中関係のことを考えていれそれくらいの意見が誰か言ってもいいんじゃないのと思うけど、大体僕は言って、それでおしまいっていうことが何回かありましたよ。だけど、現実問題はそういうことでしょ、やっぱりね。じゃあ、例えばね、日本学術会議っていうところは、うんえー、あらゆる軍事研究には協力しないと言っている。はが、はい、長尾隆さんが指摘した国防7項という人民海洋軍。 の産科にあるといっても、深い関係がある7つの大学に、はい、から中国人留学生を迎え入れている、それして日本の ODA がそういう軍事開発に使われている、ここにノーと言うんだったら、学術会議の軍事研究協力をしませんというのは、あうわけですね。ところが、日本での軍事研究は全部妨害しておいて、はい、少し防衛省との呼びかけに応じようとした大学には、 うん、押しかけて抗議する、もう左右のう、うん、共産党のいわゆる押しかけ戦術をやっておきながら、中国の人民解放軍にはノーズルで金を出し、人を出し受け入れてる、うん、でこれについて強い懸念を国会で表明して長尾隆さんの選挙を公明党が妨害する、こ、はいはい、の国はね、もう中国に侵略されちゃったんですよねそうですよね。 その前提でどうあらがっていくかって考えていかないと、あらがおうとした人がどんどん政治家として死に、あるいは暗殺され、うん、その何でも起きちゃって、どんどん萎縮していく、うん、もうね、ウイグル人の人々、そういうことですよ、そういうことですよ、本当に。 さあそれで中国関連であと最後の時間も使いたいんですがえ中国あらゆる戦争への準備強化安全保障一段と不安定習主席中国の習近平国家主席は中国の安全保障は一段と不安定で不確実になっているとしあらゆる戦争に備え軍事訓練と準備を総合,総合的に強化すると述べたとこの時習近平あれ迷彩服着てましたよね。 ね、それであらゆる戦争に向けてあらゆる準備しろということは台湾をやるぞって言ってるということとも同じですからその時に情けないのに日本は国会で統一教会統一教会統一教会と呪文みたいにずっと唱えてるわけでしょう中国にしてみればもう,もう日本なんて全然赤子,赤子の手をひねるくらい簡単だと思ってますよね多分ね。 そのもうまに例えばその森友加計っていうのは北朝鮮がミサイルを連射した2017年のことでしたね。はい、だから大事なことを話し合わなきゃいけないときに必ずそういう意味不明なことが起きて<ー>当時と違うのは岸田文雄という総理大臣がその日 木に油を注いいでででるっていうここととなんすすよよねねそううん、結果として中国を利する形になってる、うん、これはね、だからさっきの犬問題でいうと、はい、ただの従順な犬じゃなくても、かなり悪質な売国犬ってことになるわけです、ね、な,るなるほど、なるほど。で、中国が言う、安全保障環境が一段と不安定になってるって、今、中国を侵略しようとしてる国がありますか <laughs> <と>何を言ってるのか、僕は意味が分かんないんですよ。 でこれはね、じゃあ、例えば岸田さん、首脳会談で、あるいは林芳正は外相会談をするんだったら、大きと、これはそうしなさいよ、この話、何が不安定なのか、うんうん、お前らが世界中不安定にしてるんだろうと、うんうん、これを、ね、きちんと言わないのに、対等な二国間関係なんか100、100%ありえないですよそうですよね、はい。はいえー、これ、三木真一郎さんという人のツイートですが、習近平が軍事委員会 統合作戦司令センターを訪問、軍事訓練と戦争への準備を全面的に強化する決意を表明、恒例の中国国内向けプロパガンダだろうが、いつもと表現が違う本気だなと、だから全くそうですよ、今、日本はこの手いただく、でアメリカが今のバイデン政権じゃ本気に介入してこないだろうと。 話し合いしましょうとバイデンが言って、習近平と対面の会談を近々やって、おそらくお互いに攻撃し合うことをやめましょうねみたいなことで合意するんだろうけど、ということは、アメリカとは戦争したくないけど、台湾は自分の国のものだから、自分のところでや,やるとと、その彼をお前のところで攻めてくるなよと、そういう意味ですよね、これを、簡単に言えば <laughs> そういうことなんですよ、中国の世論では、台湾は自分のものだから、これは侵略じゃないんだと。そう ロシアのウクライナと全く同じなんです,、ね、同じですよ。同じ論理ですよ。でそんなのも論理でも何にもなってないんだけど、じゃあ、日本がこういうならず者国家ですよ、しかも覇権主義国家ですよ、うん、ここにどう日本の、ね、社会を守り、その毅然とした対応できますかという局面で、はい、今、残念ながら日本は最悪の総理大臣と最悪の外務大臣を抱えちゃってる。うん まず、取っ換えることですね、そうじゃないとね、これ、本当にそういうことですよね、うん、本当に、えー。時間が中途半端に残ったので、えー、今度ロ、ロシア、中日ロシアタガル、ガルジンですよね。 ガルージンがまもなく退任するということで、外人記者クラブで記者会見してるんですが、日本の行動で露日関係損なわれた、離任の中日ロシア大使が発言、近く離任するロシアのガルージン、駐日大使は11日、ロシアが今年2月にウクライナ侵攻を始めた後で、日本が取った非友好的な行動により、露日関係が著しく損なわれた、関係の将来はさざかではないと述べた。 これまでウクライナ侵攻を弁護してきたが一連の発言を悔やんでいない,いないのかを問われると悔やむべき相手は日本が取ってきた立場だとも答えたとまあロシア人は上から下までみんな嘘つきばっかりだし本心かどうかすらもよく分かりませんけどなぜ他国に勝手に侵略した国に対して厳しい制裁措置を取り逆に ウクライナ側を援助するっていうのは、国際常識でしょ、ね、世界中の国がそうしてるんじゃないですか、そうじゃないことをやろう、いやいやそれをやろうとしたら、非友好的な行動によりう々ぬんかんぬんって、バカじゃない、バカじゃないっていうか、まあ、バカじゃないからこういう革新的な発言をするんでしょうが、まあ、それにしてもですよね、こんなものはね、本当に。 まあガルジンがこれでもう大使辞めたから日本に戻ってくることはもうないんだから、だけど大使だから離任して本国に帰国したら、普通であれば大統領に報告しなきゃいけないはずなので、その時に日本国民は大統領、大変怒っておりますということを報告しろって言うんですよ、だから、しないでしょうけどね、すれば殺されるかもしれないから。はい、それでえどうでしょうか、山口さん。 現状、ウクライナの戦況はあやっぱりウクライナ優勢のまま推移してきてどこでしたっけ、一番重要なところをロシア側が放棄したという大変重大な決定がありましたけどもこれが全体的な戦況に影響してくるんですがど,ど,うど,うどうこうまで見れば。 停戦ないしは終戦みたいな形になるのかというのは、まだよくわからないんですけど、どういうふうに見てますか。あのドニプロ川というね、川が町の中を斜めに縦断してるんですけど、そこ、ヘルソンというヘルソン州の州都、うん、これはヘルソン州の北部なんですね、はい、それで、えー、ここはの左岸、まあ、要するに北側を放棄した。 わけです。はい、これはこれはもう正式に放棄すると言って、うんえー、撤退が始まっているやに聞いてますね。それで、はい、重要なのはじゃあこれその南側は変わらってないわけですね。はいはい。そうするとただこの間の国民投票なるもので四、ええ、州全体を併合したはずなんです。そうですよね。よ全部で四州ね。はい。そ,うそれは、はい、あのこのドネツクルハンスクとそのこの南の二州を 併合したと言っているんだから、これ、はい、ロシアはこのヘルソンの敗退で、自分たちが言ったことのついつまがなくなっちゃってるっていう状態に入ままあそういういことですよね。はい、ただ、あのー、例えばね、じゃあ、ロシアの敗北って何ですかと、あるいはウクライナの勝利って何ですかって、これ、定義をきちんとしないと、うん、本当の意味でのウクライナの勝利は、クリミアを含めて全土の。 あの奪還ですよね、はいはい、これは無理なんですよ。これは何がどう転んでも無理なんですね。うん、なぜかというと、はい、戦争が始まる2月14日前の状態から、あのドネツク、ルハンスクのロシア支配地域は1ミリも譲られてないんですね。はい、逆にもっと西側に移ってきてる。さらに南も取られちゃった、うん、2>, 2つで。これ全部取り返すんだったら、本当の総合的な戦闘になるけど、はい、これは実は。 アメリカもイギリスも NATO もこれを支持してないんですよね。そうですよね、はい、ウクライナの方々は、これすべての土地、ウクライナの土地を全部返してほしいと思ってるけど、うん、それはそれをもって勝利というんだったら、ウクライナに勝利の見込みは今ないということなんですね。はいはい、そうすると、現状よりも押したら勝利なのか、どこで手を打つのかは、これはウクライナ側とロシア側が向き合って話すしかないんですよね。うん、でこれについては ロシア側はもう停戦したいというサインを、もう8月後半から積極的に出してる、はいく、あとはどこで妥結するかは、ウクライナとその背後にいる人たちが決めることで、うん、このヘルソンの撤退というのも、その一つの動きだと見るとなるほどね。うん、ただ、その妥協、ウクライナ側にとっての妥協というのは、下手にやると、これはゼレンスキー大統領のせ政治的な失脚に。 つなながりりかねねいいっていうことはありますよ、ねうん、そもそもね、ゼレンスキー大統領がどれだけウクライナの、まあ、政局、政治を自主的に支配できているのかっていうのは、謎が多いんですよね。いわゆるゼレンスキー政権というのはこれ、戦争のせいで非常に不幸な経緯で、えーまあ、戦争中に大統領帰られないから、今どういうふうにウクライナの、うん、政治、 権力の基盤がどうなってるのかと、はいはい、それ難しい、外から見るのはね。彼をじゃあ誰が支えてるんですかというと、ウクライナの中には大きく分けて4つぐらいの政治勢力がいるんですよ、はいはい、西と東と民族と分けるとね。うん、だこれは、うん、あのきちんと見ないとね、あとはどうやって停戦に 交渉合意できるる体制を作るかでどこを譲らない、うん、どこを譲るのかっていうのは、お互いに停戦交渉ですからね。これはもう何て言うかな、お互いが納得する形で妥結するしかない。はい、はい、時間が来ましたので、これくらいにしたいと思います。えー、本日も大変濃密な2時間だったという間ですね。ね <laughs>、はい、あっという間でした、はいはい。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様まです。